はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。今日もね、ディビジョン2の公式配信翻訳していきたいと思います。ステートオブザゲーム2019年4月25日行ってみたいと思います。こちらね、 PTS とかね今やってるけど、そのねレイドの前にどういった変更が追加されるのかちょっと注目していきたいですね。はい、それでは行ってみよう。どうも、ハミッシュだ。今日は2019年4月25日のステートオブザゲームだ。私はハミッシュ、みんなのホストだ。なんで僕が今興奮してるかというと、このラスマスが、なんとパタポンをやっているということに気づいたんだ。すごいですね、あのディビジョン2の配信なのに他のゲームの話で盛り上がってます。 PS4 にも出てるの？素晴らしいね。なぜかこの配信他のゲームの話をしているような気がするよ。今日はディビジョン2の話だ。まずはメインに入る前にちょっとね、ハウスキーピング。アパレルイベントが終わっちまう。明日メンテナンスがあって、いつも通りの時間みたいですね。で、なんかネックレスがマイクに当たってるみたいですわちゃわちゃしています。このネックレス可愛いだろう。何の話してんだ そうですね、いつも通りの時間だと言っています。このね、アパレルイベントの鍵がゲットできなくなりますと。で、ブラックタスクのユニフォームも5月2日までしかゲットできないので、気をつけてということでした。あとはですね、あの PC のローディングタイムがすごい、ロードタイムがすごい長い、問題、バグがあるみたいで、それに関してはもうね、原因が分かっているのでそのうち直すと言っていました。 Twitter の方をフォローしてくださいということでした。はい、それでは本題行ってみたいと思います。はい、まずはですね、こちらにいるラズマスさんなんですけども、この方ね、メインで見てるのが、再調整ステーションだということです。再調整の部分を、結構担当しているみたいですね。彼によると、この再調整は違う方向を向くと、そして、もっとね改善されていくだろうと言っています。ちなみにですね、これは全部 PTS の中の話だと思うので、まあこれらが必ず実装されるとは限りません。はい、まずそれを前提に見ていきましょう。でちなみになんですけども、この動画内の、話している内容と、自分が話している内容は同期してません。基本的にまとめたノートを今読んでる感じですね。まず最初に話してたのがギアスコアが低い問題。あのドロップのギアスコアが自分の持っているギアスコアより低いものが出る件ですね。結構ねプレイヤーさんから文句が出ていた、件なんですけども、これについては今後はギアスコアの平均値から算出されるみたいです。でまあ、ギアスコアの平均値かそれ以上のドロップが出るように修正されるみたいですね。これはまあ他のゲームで慣れてる方だったらまあ同じようなおなじみのシステムかと思われます。まあ、こっちの方が絶対いいと思います。はい、で次に話していたのが再調整ステーションの話です。再調整した後にその上限値っていうかキャップ値があって、そこに当たってなんか例えば32の、マークスマンライフルダメージアップっていうのを、新しい最上級に持っていくと18とかでキャップされちゃう、それ以上上がらないみたいな、そういった問題があったと思うんですけども、まあ、その根本的なそのシステムを変えちゃったみたいですね。なので、まあ、上限値はあるけど、そこに当たる可能性はものすごく低いと言っていました。なので、まあ、だいぶ改善されていると思います。でその代わりその再調整することによってその再調整されたもののギアスコアが上がることはなくなると。なのでまあちょっと分けて考えるようになったっていう感じですかね。なので今後再調整は、ギアスコアに影響しない、そしてその代わりに100の再調整成長枠が付与されるというふうに言っていました。まあね、これね、まあ、説明したら長くなるけど、まあ、簡単に言うと、例えば上級のものと最上級のものってあって、最上級の方がその成長枠はいっぱいあるんですね。でその成長枠をモッドとかいろんなものに、モッドじゃねえな、あのタレントとかに振ってあるから、その分その純粋な例えばダメージアップのやつが、枠が小さかったりとか、そういうことなんですね。でその代わり上級は枠が少ないけど純粋なそういうダメージアップのところに、ステータスが振れるみたいな。でそれをまあ最上級の限られた枠のところに持っていくと、やっぱりねそのスペースが限られてるから、ちっちゃくなってしまうみたいな、まあ、そういったことを話していました。まあでも今後はね基本的に、そういう上限値は当たらないだろうということですね。かなりなんていうの、寛大に上限値っていうか成長枠を与えたので、結構自由にプレイヤーのね自由にカスタマイズできると思われます。はいはい、で次に話していたのがこの515のギアスコアのね装備をゲットできる場所ですね。どうやらダークゾーンのみではないと、他にもアクティビティを用意していると言っていました。
すごいニヤニヤしていたのね。ちょっと印象的ですね。で、面白かったのが、そのチャットのコメント欄で、まさかバトロワが来るのか、みたいなことを言ってて、僕は一人でつぼって笑っていました。はい、次、モッドの話ですね。青モッドが黄色モッドより使える剣について、みたいな感じですね。で、スキルベースのビルドじゃないプレイヤーのために、青と紫のモッドが、クラフティングできるようになると、クラフトできるようになると言っていました。で、そのクラフトベンダーがどうやら設計図、青と紫のモッドの設計図を売るようになるみたいです。で、追加の要素として、オークバッテリーを追加するみたいです。なんかそのスキルモッド枠にそのバッテリーを追加して、スキルパワーを追加で得ることができる、そういったシステムをどうやら導入するみたいですね。これ面白いですね。なので3枠あったら、例えば2枠に、そのスキルドックバッテリードックバッテリーかドックバッテリーを、そこに挿入して、スキルパワーを得て、で3枠目で、使いたいスキルを入れると、こうすることによって、まあ、2枠犠牲にしたけど、3枠目でちょっとねスキルパワーが必要なモッドを、有効化できると、そういったことを話していました。でこれに関してはどうやら、すでに PTS でライブって言ってたけど、僕 PTS、アクセスできないから分かりません。ぜひ PC 勢の人教えてください。はい、これはいい変更ですね。はい、次ですね、ブループリント設計図の報酬プールについてですね、設計図の報酬プールはどうやら3つの枠があるみたいです。基本的にコントロールポイントでしょ、でプロジェクト、あとはベンダーですね。この3つの、報酬プールがあるみたいなんですけども、どうやら、プロジェクトの部分が、まあ、週間で1個しかなかった部分を3つに増やして、なおかつ、デイリーベースプロジェクトみたいなものが追加されるみたいです。ここら辺ちょっとね流し聞きだったんで、あまり、はっきりとは分かってないんですけども、どうやらプロジェクトの部分が、まあ、3つになって、ベースね、ホワイトハウスからも1個出るように、毎日出るようになると、週間が3つになって日間が1つ増えるみたいな感じですね。はい、でこんな感じかな。あとは弾薬のね、ドロップ率が上がったと、なので弾薬切れっていうことがなかなかなくなるでしょうと。でそして、その灰色のクラフティングマテリアルですね、これらの、上限値が400から600に上がるみたいです。でそう、あと1個だけ、ハードワイヤーの、ギアセットのその設計図で作った時に、このクラフト範囲がGS450 から500だったのが、どうやら480から500に、狭くなる。なので、まあちょっとね、なんていうの、ガチャがしやすくなったっていう感じみたいです。はい、最後にですね、エージェントハイライトを見ながらお別れしていきましょう。こちらは自作 PC ですね。駅例のおそらく、自作 PC で、完璧にディビジョン仕様になっています。これはまた、オタク心をくすぐる仕様ですね。これはどうやらフラクタルのケースを使っているみたいですね。で、まあ、ラジエーターファンが3つ、おそらく上部の方にあると、ハミッシュが言っていました。ちょうだいって言ってたけど。いや、あげるわけないでしょうってね。ラスマスが突っ込んでましたけれども。はい、次見ていきたいと思います。なんか、ハミッシュも自作するみたいだね。はい、次。これはハンターマスクですね。コスプレです。これさ、なんかハンターのマスク逆じゃねって思ったの俺だけかな。まあいいや。でもなんか今この季節雪降ってるっていうことはどこですかね。どこら辺なんだろう。西の方かな。うん。はい、なかなかかっこいいと思います。それでは次、はい、こちら 3D プリンターでなんと作ったキーキャップですね。これもまた凝ってますね。これね、なんかその 3D プリンター用の設計図をどっかにアップしとけよって言ってましたね。どうやらタダでゲットできるみたいです。いやー、俺も 3D プリンター欲しいな。まあ、コメント欄の方にもし 3D プリンターの猛者の方いたら、おすすめ機種とかを教えてください。僕もちょっとね今考えてます。はい、こんな感じですね。でちなみになんですけども、来週は、ステートオブザゲームないみたいですね。どうやらスウェーデンの祝日のようです。はい、ということでご視聴大変ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。